私江戸川乱歩は猟奇的な世界を描くことで流行作家として一世を風靡していた。私の作品は書き上がるとすぐに雑誌に掲載され、次々と活動写真にもなった。しかし私の作品は公序良俗に反すると評され、発禁処分になることが多くなった。私は作家として虚しさを覚え始めた。私は自分の描く世界に疑問を抱くようになり、ついには全く筆が進まなくなってしまった。そんなある日、私の作家人生を変えるような事件が起こる。